小山卓司のアスプリンレディオ。小山卓司です。アスプリンレディオへようこそ。この番組は僕のサイトで運営しているオフィシャルファンコミュニティでオンエアしているラジオ番組、アスピリンレディオのポッドキャスト版として2ヶ月間の期間限定という形で公開する番組です。3回目の今日は僕の新しいアルバムサークルゲームのコンセプトやジャケット制作のことについて話していこうと思ってます。僕が歌を描くときに常に考えている大きなイメージがあります。それはサークル。人の一生っていうのは生まれた場所から死ぬ場所までまっすぐに伸びているんじゃなくて、螺旋状に上に向かって伸びていく。例えるなら DNA の形みたいなイメージを僕は持ってます。だから人は前に通ったと同じような場所だなと感じるところを何度か通り過ぎる。もし人が自分の人生を見下ろすことができれば、少し下に何年か何十年か前に通った場所が見える。その時の自分があそこにいるのが見える。人は巡りながら成長して大きな円を描くことで自分の人生を全うする。なんかそんなイメージを僕は持ってます。そこからもう一つイメージを膨らませると、絶対に離れない二つのリングが見えてきます。知恵の輪みたいになってて、二つのリングがつながってる。それは見方によっては無限大の形にも似てると思います。一人一人が小さな永遠を持っていて、その小さな永遠が連鎖して大きな永遠になっていく。人はその一部でしかない。僕はイサム・ノグチという彫刻家がすごく好きで、何度か彫刻展を見に行ったことがあります。中でも好きな作品が横浜美術館にある真夜中の太陽というタイトルの大きな彫刻です。これは黒と赤の御影石を使って完璧な円の形をしています。それからエナジーボイドというタイトルの、これもすごく大きな作品、黒の御影石で作られたもので、これは円というよりも、ゼロの形に似てます。二つともイサム・ノグチの晩年の作品です。若い時からいろんなフォルムの作品を作り続けて、さまざまな形に挑戦して、そして最後に作ったのが大きな円、そしてゼロ。人が最後に到達したいと思っている形は円、つまりはサークルなのかなと感じます。今回のアルバムをレコーディングしながら常に頭にあったのはネイキッドという言葉でした。このポッドキャストの1回目に少し話したんだけど、僕は以前全くの生音だけでライブをやりました。その時に思ったのが、余計な装飾はもういらないっていうことでした。必要最小限度のサウンドとビートさえあれば、メロディーと言葉は必ず伝わる。歌は人の心に届く。そう感じ始めた時に、新しいアルバムの全体のイメージが生まれてきました。今回のアルバムジャケットを制作してくれたデザイナーはもう8年くらいの付き合いになります。2000年にリリースしたマキシシングルから一緒に仕事を始めて、ベストアルバム、前回のオリジナルアルバム、ライブ DVD、そしてウェブサイトのデザインも全て任せてます。つまり僕に関するビジュアルは全て彼の手にかかったものです。今回のジャケット制作に向けて、まずはいつものことなんですが、完成したばかりのアルバムの音を聞き込んでもらうことから始めました。僕からは何の説明もしないで、ただ音から感じたイメージを彼の中で膨らませてもらいます。その上で僕からビジュアルに関して大まかなイメージを伝えて、それが彼の中に生まれたものとぶつかったり溶け合ったりすることで、さらにイメージを膨らませていきます。アルバムジャケットに関しての最初のミーティングの時に彼とこんな話をしました。音楽もデザインも、まずは自分がその時に持っている全てを出し切って作り込んで、全部を作品に込める。そういうことを何年も何回も繰り返して経験を重ねた上で、そして今この年齢になってあえて何もしないっていうことを選ぶ。何もしないっていうことは何も考えないっていうことじゃなくて、考えに考えた末にあえてシンプルを選ぶということです。これはとてもパワーのいることです。
例えば掲載する文字のフォントの選び方一つとっても必要以上の主張せずにシンプルに伝える。ジャケットを作っている時、僕たちはそれを作品だと認識しています。アルバムがリリースされて店頭に並んだりネット販売される時、それは作品ではなく商品という名前で呼ばれるようになります。アルバム制作すべてに関わってくれた人や僕が望んでいるのは、その商品が一人一人の手に渡ってその心に届いた時、今度は宝物と呼ばれることです。歌がそんな風に人の心に届いたらどんなにいいだろうといつも考えて、そしてそうなるためにベストを尽くします。話を続ける前にここで一曲聴いてください。今年の3月22日のライブ、パーティー 25th Anniversary Live のテイクで、ナチュラルウォーマン。She got a war.